私ラーメン食べたかったんで、ラーメン屋で。ラーメン食べたかったから。そうですね、まかない食べたくてラーメン屋で働き始めて。働いてたの好きなんだ。ラーメンを1日働いて夜ご飯で食べさせてもらうっていう。いやでも本当に当時お金なくて、毎日家ではカップラーメンかもやし食べてました。待って、ラーメン屋で働いててカップラーメンも食べてるの？そうなんですよ、ラーメン好きすぎて。相当ラーメン好きなんだね。そうなんですよ、なんかまかないも店長がいつも作ってくれるんですけど、なんかあの毎日ラーメンでごめんねみたいな、なんか野菜炒めとか作るって言われるんですけど、いやラーメンが食べたいんでラーメンくださいって言ってなんだろう、藤子不二雄さんのなんか作品とかに出てきそうだね。